皆さんこんにちは、木下です。今日はこちらの小さな節分草を描いてみたいと思います。節分草の名の通り、節分の時期になると顔を出してくれる可愛らしいお花です。今回は鉛筆で下書きをしてから描いてみたいと思います。こちらの芯ホルダーにはステッドラーの 2B の芯が入ってます。お花の位置が決まりましたら、余計な線を消しつつ彩色していきます。純白の花びらといっても影がありますので、少しだけ色を入れていきます。そして真ん中のおしべのあたりに紫を刺していきます。襟巻きのようにお花の周りにある葉っぱ、あとは持ち上がっているつぼみを今描いてます。綺麗な緑とかはっきりした色ではないので、青に少しだけ黄色を入れたようなちょっとくすんだ色を作って入れてきます。そして今ちょっとこのように花びらの形を出しつつ、葉っぱの色を入れていってます。入れているのは葉っぱの色なのですが、意識は花びらの方にあります。花びらの形をあくまで出すという意味で葉っぱを描いていってます。
ても小さくて繊細なお花なので、まあ大変なんですけれども、こういったおしべのあたりとかをちょっとギリッギリッと描いていきます。長穂彩色を使用しているのですが、ほんの先っぽだけを使って細い線を出していきます。白い花びらなので影は入れづらいのですが、このようにおしべの影みたいなもの、あとは花びらのひだみたいなものを薄い水色のような色で入れてきます。葉っぱと葉っぱが重なり合っているところなどは奥の葉と手前の葉がなんていうんですかね、違いが分かるようにわりかし強めの色で境界線を入れていきます。葉っぱの奥の影を描くような感じですね。
仕上げに近くなってきましたら、色鉛筆でちょっと引き締めていきます。周りを囲むのではなく、暗いところとか形をキリッとさせたいところにアクセントを入れるような感じです。今手にしているのはピュアホワイトというコミック用の白いボールペンなんですけれども、こちらでおしべの白いところを表現してます。最後までご視聴ありがとうございました。はがきサイズの小さな節分草サイズの絵が出来上がりました。